植物園がチェルシー薬草園を真似て植物園を作る計画があった。1772年にポンバル公爵によって設立された自然史博物館の一部として植物園が作られ、これがコインブラ大学植物園として拡張された。最初の監督者としてイタリアからドメニコバンデリが招かれ、1791年からは園長としてその前例に フランスからポルトガルに戻り、コインブラ大学の植物学、農学の教授になった、フェリックス・アベラ・ール・ブロテロが選ばれた。1873年から園長を務めた、ジュリオ・アウグスト・エンリケスが、各国の植物園と種の交換をするなどして栽培する植物の種類を増やした。オランダ領のジャワ島のボイテンゾルグの植物園から入手したキナの栽培も行われた。 エンリケスによって植物学のブロテロ協会を設立し、ブロテロ協会企業は現在も出版されている。1918年から1937年まで園長を務めたルイス・カリーソによってアンゴラなどのアフリカの植物が栽培された。カリーゾ、ルイス・ウィドニック、1886から1937。ありがとうございます。